あかん、風がだいぶ吹いてきた正面から。今回使ってる柄杓がマックフロートマスター3の、75センチのハードタイプです、ミディアムハードとハードと2種類出てるんですけど、今回使用したのが、ハードタイプです。で、カップが M サイズ、チタンカップの M サイズを使用してます。で、まあ、見てもらったら分かるようにカップがこう水平になりましたよね。まあ、この水平のカップのいいところっていうのは、やはりあのライナー、弾丸ライナーでこう巻きをピンポイントでパーンとこう飛ばすことができるっていうので、まあ、水平加工されたっていうものなんですけど、まあ、本当にこうプレスボードに押さえつけて圧力をかけてパーンと振ってやる。今これね、弾丸で飛んでいきましたけど、今のでまあまあ30メートルは飛んでるでしょう。あの本当にこう飛ばせやすいですよね。これね、今のでもまあ35メートルは飛んでると思うんですけど、まあ、この水平のカップ、それとこの僕はどちらかというと巻き絵をまあしっかり練り込んで割と固めの巻き絵に仕上げるっていうこともあるので、そういった時にこのハードタイプの方がまあ自分の中では扱いやすい。で、中にはね、ミディアムハード、まあ、若干柔らかいっていう場合はやはり腕の負担っていうのも減るし、それからその、まあ、曲がってくれるっていうことで、その反動を持ってこうね、巻き絵を飛ばすっていうことで、まあ、腕が痛いとか、まあ、あんまりこうハードすぎるのはっていう方は、まあ、ミディアムハード MH を使われる方っていうのも多いと思うんですけど、まあ、今回はまあ自分もその極力遠近の釣りで、大きい魚が釣りたいっていうことで、まあ、最初からね、ハードタイプを選択してみました。